ください。はい、お手元のですね、資料の、ね、4人目のプレゼンターの方です、ね、今準備しておりますけど、はいですね、こちら4番目ですね、You are not who you think you are、 新しい自分と出会うというふうになります。まだ黒沢さん24期生になりますけども、まだ在校中でして、今大学卒業されて、これは大学院の方に行かれます。カリフォルニアの、サンタクルーズ校のフルスカラーシップで全額奨学金もらってですね、これから進学をされます。ではお願いいたします。私のプレゼンテーションの、タイマーを測るので、こんにちは、黒沢明です。もう喋ってる時にちょっと日本語変なところがあるかもしれないんですけど、今一時帰国中で日本に帰ってきてるんですけど、まあ、5年間アメリカにいて、でやっぱり毎日英語をずっと喋ってて日本語を喋らないとこう日本語ができなくなっちゃうんですね。こう初め私もできなかったんですよ、英語がアメリカに初めて渡った時は。でもこうできるようになると今度は母国語が少し下手になるという奇妙なことが起こるんですね。まあ、なのでそれを踏まえながら聞いてください。これはどこですか？あ、できました。はい、まあ、これは私のことなんですけど、高校は埼玉県の南稜高校という、まあ、普通の高校に通ってたんですけど、まあ、そこでは、まあ、英語がもともと好き で、ここは外国語科というところがある高校なんですけど、まあ、でも外国語科にはなぜか行かず普通科に進んだわけなんですけど、まあ、高校時代はそうですね、サッカー部に所属してたんですけど、女子サッカー部がありまして、でも毎日サッカーしかやらなくって、まあ、勉強を全くしないという生活を送ってました。で、まあ、特に進学校でもなかったので、まあ、そんなに勉強も一生懸命やらなかったんですけど、まあ、英語はでも好きで英語の塾にも通ったりはしてたんですけど、まあ、でももうサッカーに忙しくて、もうそれ以外は何もやってなかった状態でした。で、なぜ NIC に行こうかなって思ったのは、まあ、英語が好きっていう話はしたんですけど、それでニュージーランドに1ヶ月間行く機会があったんですけど、高校2、3年生の時に行って、で、まあ、そこで、あ、自分って本当に英語ができないなってそこで気づいたんですけど、それでじゃあ英語できるようになるにはどうすればいいんだろうって思って、あ、じゃあ留学かなって 思って、でも留学って言っても1年間だけ行ってもそんなにペラペラにはならないですよね。まあ、多少できるようにはなりますけど、やっぱり1年間、ちょうど1年経ってやっとできてくる頃に日本に帰ってくるっていうことになっちゃうので、あ、それはもったいないと思って、もう行くんだったらもう本気で4年間、まあ何年間か行こうと思って、で、まあ、そのことは特に公にはせずに自分の心の中にしまっておいて、高校の3年生の三者面談で、まあ、うちの母と後ろにいるんですけど、今日来てるんですけど一緒に、まあ、三者面談に行きまして、でそこでこう先生にこう、あなたどうするのって聞かれて、いやちょっと留学を考えてて、でそこで初めて行ったらお母さんが、えって、あんた何考えてんのみたいなことを、まあ、になって、でそれでよくよく聞いてみると、もうそんな留学なんて甘いこと言ってんじゃないよなんてことを考えてたらしくて、で、まあ、初めはちょっとあまり賛成気味でもなかったんですけど、こうどうしても行きたいと、もうお願いだから本当に一回やらせてくれと、まあ、そういうことを頑張って言ってたら、じゃあしょうがない、じゃあまずはじゃあ NIC に行って、で、まあ、2年間短大でまずはじゃあやってみたらって、まあ、ことで賛成してくれて、でもしそれでまたもっと行きたいんだったら、まあ、それはその時に考えようっていうことで、まあ、賛成してもらいました。で、まあ、NIC 時代は、まあ、ここに2つ写真があるんですけど、まあ、勉強に目覚めてしまったんですね。それまで全くもう中学、小、中高って全く勉強してこなかった私が、もう勉強が楽しくなってきちゃってたんですよ。で、まあ、そうですね、朝はもう5時に起きて、で勉強して、で学校に行って、で帰ってきて、まあ、アルバイトにたまに行って、でまた勉強して、で夜、まあ、12時くらいまでやって、でまた朝5時に起きて勉強するっていう、まあ、そういう毎日を送って、まあでもそれが苦痛じゃなかったんですよ。っていうのはこうクラスメートもみんなが頑張ってて、でやっぱり周りが頑張ってると、あ、自分も頑張らなきゃっていう気持ちになれて、で、まあ、皆さんも、まあ、多少経験があるかもしれないんですけど、こう日本の学校だとこう頑張ってる人が逆にバカにされたりするじゃないですか。こうクラスで
こう何か質問があって、でもそこで積極的になると、あいつ何頑張ってんのみたいな目で見られることがあるじゃないですか。まあでも NIC だとそういうことが全くないんですね。っていうのはもう周りが英語が勉強したくて来ているわけじゃないですか。だからこう一日をすごい大事に勉強してるんですね。まあなんでそういう環境にいるとやっぱり自分も頑張ろうって気持ちになって、もうお互い切磋琢磨しながら学ぶことができます。まあで英語はそうですね、 TOEFL がまあ何回か受けたりするんですけど、まあ、私も下から2番目のところから始まったんですけども、 TOEFL もなかなか点数が上がらないし、クラスでもまあ宿題は大変だし、あんまり喋れないし、もうどうしようなんていうこともあったんですけど、まあさっき言ったようにこうクラスメートがみんな支え合ってこう一生懸命勉強していくんで、まあそういうところにいると、あまあこういうこともあるから頑張ろうって、まあ常にこうモチベーションは高くしていられました。はい、まあそれで留学開始後のことなんですけど、まあ、初めはオーストラリアに行きたかったんですね。っていうのはこうちっちゃい頃からこう世界丸見えとかを見てて、こうオーストラリアでこうコアラとか動物のこう保護してるのを見て、ああなんかかっこいいなと思って、それでオーストラリアに行きたいと思ってたんですけど、まあオーストラリアよりアメリカの方が選択肢があるということで、じゃあアメリカに行ってみようと思って、でまあ期待、大きな期待をしてこうアメリカに渡ったわけなんですけど、1年目、ああちょっと留学って想像してたのと違うなっていう、まあ、1つ目はこう山というか壁にぶち当たったんですけど、その違うなって思ったのは、まずカリフォルニアに行くとなって、で、まあ、カリフォルニアといえば毎日暑くてもうタンクトップと短パン履いて、もうみんながはーいって言ってくるような場所なんだろうなと思って行ったんですね。で、まあ、そしたら、まあ、人はすごくいいんですけど、まあ、でもそんなに毎日晴れてて暑いわけでもなく、冬になれば寒いし、まあ、カリフォルニアによって気候は全然違うんですけど、で、まあ、それでなんかちょっと違うなって思って、であとはこう英語をその NIC で頑張ってやって、あ結構自分英語できるなって、ちょっとまあこうなんて言うんですかね、まあ、できるなってちょっと酔ってたんですね。でまあ行ってみたら、もう周りが何言ってるか分からなくて、もう私も言いたいことがもう何も言えなくて、もうすっごいショックだったんですよ、それが。まあでもそうですね、まあ、それが1年間続いたんですけど、まあ一番ショックだったのがこうタコベルに行きましてこう頼んだんですね。でそれで大体アメリカに行くと What's your name for order? って聞かれるんですね。この名前は何って聞かれるんですけど、それがまず聞き取らなくて、なんて言ったんだろうって思って、えって言って、でも何回も何回も聞かれてるのに私が分かんないから、もう向こうの人がちょっと怒っちゃって、じゃあ紙に書いてなんて言われることもあったんですけど、まあそんなことがありながら、まあ、こういう経験があるとやっぱりこう乗り越えていくにつれて、どんどんこう自分のこう勇気といいますか、こうなんていうんですかね、こうできるようにこう超えるとやっぱりできるようになるんですね。でまあ学校のクラスも難しいですし、いきなり全部英語で全てやられて、でまあ宿題も何言ってるかわからないってなったんですけど、まあクラスの子はすごく頑張ってる子が多いんですね、アメリカでも。そのさっき言ったように日本だとこう頑張ってる子がちょっとうんってなっちゃうかもしれないんですけど、アメリカだとこう積極的にこうクラスに参加する人がほとんどなので、で、まあ、自分がもし変なこと言っても笑う人はいないし、こうアクセントがあったりこう文法がちょっと間違っちゃってもそれでバカにする人なんてもう誰もいませんでした。まあ、そういういい環境にいたので、まあ、少しずつ少しずつ英語に慣れていくことができました。で、まあ、2年目は少し英語に慣れて、あもうすっごい楽しい、もうアメリカからもう出たくないって思うようになったんですけど、で、まあ、ここの2年目では自分がすごくこうアメリカナイズドされてた時期で、で、まあ、日本なんて帰ってくない、ずっとアメリカにいたいっていうのすごい楽しい時期だったんですけど、まあその時期にももちろん、まあ、山あり谷ありなので谷もあり、まあアルバイトをしてたんですけど、まあそこで君はちょっと英語ができないからもうクビだって言われてクビになったんですね。まあ自分では英語ができた、できてきたと思ってすごい嬉しかったのに、その時にちょっともう英語ができないからもうやめてくれって言われて、まあそれでもやっぱりショックじゃないですか、できてたと思ってたのにちょっとできないよなんて言われたら、まあでもそれで、まあそこで初めのなんていうんですか、分岐点というか、ここで諦めるか、でももう少し頑張るか、
でも私はもうどうしても悔しくて、もう少し頑張る方を選んで、もうどうにかこの上司を見返してやろうと思って、で、まあ、1年間、まあ、そうですね、まあ、クビになってからずっと英語を頑張って話して勉強して、でアルバイトをまあ他に探したりとかもして、で何ヶ月後かにその上司のもとに行ってまたバイトを受けました。受かりました。そこでもうその時に、あの時はごめんね、でも今すごい成長したねって言われたんですね。で、まあ、そこでこう自信が少しつき始めた時でした。で、まあ、その後に、まあ、初め短大で日本に帰る予定だったんですけど、もうすごく勉強が楽しくて、まあ、コミュニケーションを勉強してたんですけど、あ、これだと思って、まあ、もう少し詳しく勉強したいと思って、で、まあ、それで米田大学に行くことに決めました。米田大学は同じカリフォルニアの CSU の一つの学校のモントレーというところに行ったんですけど、まあ、そこはまだ日本人も少なくて全然小規模の学校なので、まあ、またこう違う場所に行くとこう環境にまたアジャストするのに少し難しかったりして、まあ、ホームシックにもなり、あとは友達も誰もいないところでまた一人っきりになっちゃったので、まあ、そこがすっごく辛かったんですけど、まあ、でもさっきも先輩方も言ったようにこうやっぱり考え方次第なんですね、まあ、環境が辛くて、まあ、だけどそれで自分でこう自分にこう辛くしてるようなもんなんですよね。こう友達がいないならじゃあ作ればいいじゃないっていう話じゃないですか。で毎日暇でつまんないと思うならじゃあ何かやればいいじゃないですか。だから本当にもう物事は考え方次第で、まあ、なのでもうそこに気づいたので、あ、自分で自分のことアンハッピーにしてるなと思って、で、まあ、クラブ活動だとか、まあ、そこにも写真があるんですけど、ラグビー部に所属していまして、女子のラグビー部があるんですね、アメリカには。で、まあ、それでラグビーをやりながら友達と、まあ、友達を作って、あとはそうですね、いろんな課外活動を参加して、まあ、それでどんどん楽しくなってきた時に、4年目でさ、将来どうしようってなり、まあ、そこで就職しようかなってなんとなく思ってたんですけど、まあ、そこで恩師の人に出会って、こういう大学院行くっていう選択肢もあるんだよっていうことを教えていただいて、それで大学院を受けまして、まあ、そうですね、大学院も何校か受けて受からなかったりということもあったんですけど、まあ、こんなことに2校大学受かりまして、でサンタクルーズの大学院に行くことに決まりました。まあ、ここで簡単にアメリカの大学はどういうところなのかということなんですけど、まあ、学校の様子、まあ、似てるところと、まあ、似てないところ、まあ、ほとんど似てないところが多いんですけど、まあ、さっき言ったように、まあ、生徒さんたちはすごいアクティブで積極的で、でその授業スタイルはこう日本の学校だとこう先生が喋ってみんなノートを取るっていう感じじゃないですか。向こうだとこうゲームしたりアクティビティしたりディスカッションしたりするんですね。まあ、なのでもう座学というよりはもう立ち上がってゲームしてこう人と話してっていう本当にもう楽しい授業なんですよ。まあ、なので勉強がもう嫌だって感じることがあんまりないスタイルになってます。でももちろん宿題もたくさんあるんですけど、まあ、NIC って皆さんこれから鍛えられると思うので大丈夫だと思います。でクラスメイトはその面白い点がこうクラスメイトは大体日本の学校だと同じような年代じゃないですか。まあ、アメリカだと、まあ、若い人で18歳がいれば、まあ、年少し行った人で40代の人がいたり50代の人がいたり、でもちろんこう人種だとか宗教だとかもう全く自分とは違う人がクラスにいて、もうそういう人の意見を聞くとやっぱりこう自分の視野が広がるし、あ、世界にはこういう考え方する人いるんだっていう発見もあるので、すごいそういうのが楽しいです。で、まあ、学校生活まあ、授業以外だと、まあ、生徒は普段何してるんだろうっていうのは、まあ、大体アルバイトはもちろん、まあ、勉強もたくさんしますし、あとは、まあ、クラブ活動とかもそういう部活に入ってる生徒も多くて、みんなすごい充実した毎日を送っています。で、あとはこう学校に行くとこう人生を変える恩師の人に出会うことができます。こう先生たち、まあ、スタッフも含めてすごく生徒たちをケアしてくれる人が多いんですね、アメリカには。まあ、なので私もこう、あ、これからどうしようって悩んでた時にそういう教授の方だとかスタッフの人にこう出会って、でそこでアドバイスをしてもらって、そのアドバイスが私の人生を変えました。まあ、最後にこの Shine Your Light の、まあまあ、こう何個か書いてありますけど、まあやってみることと、あとは私が一番大事だなって思ってるのは自分に自信を持つことなんです。
自分に自信を持ってこうネガティブにならないことが一番大事だと思うんですね。こう私論文を書いたのが大学で論文を日本人 の, その自信のなさと自尊心のなさについて書いたんですけど、こう日本は世界的に見ても本当に自信がない人たちなんですね。でやっぱり自信がないとこうできることでもできなくなっちゃうので、でよくこう生徒さんと話してると、ちょっと私は英語は苦手だから留学はできないだとか、ちょっと私はこういう性格だから留学には向いてないかもっていう人がいるんですけど、すごくもったいないと思うんですよ。こうもう自分でもう自分のリミットをもう決めちゃってるのに、決めちゃってて、もうさらにこう超えることができるのに、あ自分には無理ってもう決めつけちゃって、やらない人がすっごくたくさんいると思うんですね。まあ、なのでこうまずは、まあ、自信なんてそんな簡単に持てるもんじゃないんですけど、まあ、挑戦してみて、ダメだったらダメだった、 できたらそれが自信につながるので、まあ、まずは何でも試してみて、でどんどんいろんなことを言ってみるといいと思います。そして最後に、留学を応援してくれる家族の皆さんや両親に感謝することが一番大事です。まあ、なのでそういうことを常に、心に持っててください。ありがとうございました。